すのは柔らかく美しく、誰もが名品たちにふさわしいことになる、ここブルーガーデンで行われます。ワールドブルーガーデンパークというのは、まもなく始まります。ワールドブリーダーズカップクイーン、名人たちの競演は、時にピューラが花々よりも魅了します。先行するのは何か、ウサイチパンドラ、先頭、それからもう1頭、ヒョウイーバーチ、2番、ダイムプラント、それから3番、ウエナリッカ。その後ろ、そしてアンサフトサト、一番後ろに7番、リバサクセスアレであります。人気どころは後ろの方、ウサイチパンドラがわずかにリードしています。外から1頭、ヒョウイーバーチ、2番、ダイムプラット、下がって3番手、そしてウエナリッカ。さあ、ご注目ください。線路橋から放たれる方針によるために、各馬が駆け抜けていきます。もう一度、先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭は依然として、12番、ウサイチパンドラ、それからもう1頭、ヒョウイーバーチ、そしてダイムプラット、ウエナリッカ、下がって4番手、そしてその後ろから6番、ユースアラート、それから11番、ラディムメロン、そしてエアメサイヤ、その外からは4番のアミプリンセス。さあ、勝負は終盤、目指す4目ぶり、これから宣伝名人たちが信用を決するぞ。スタルピポップは3番手といったあたり、先頭は最近から2番手に黄色い星、スタルピポップとユースアラートも懸命に追う。先頭代わってスタルピポップと3番ウェアでした。最近から2番手ユースアラートも懸命に追う。3番ウェアでした。スタルピポップと先頭、スタルピポップが先頭、イノサクセスアレも懸命に追う。終わりまでした。13番ウェアラートが1着ウェアでした。あの話、女王の誕生です。僕のクイーンガーデン。